さあ、のろしを発見しました。私ケスパイ、少し近づいてみようかと思います。本当に放牧されてんね。お前は俺をどう見るか。すげえ地形よ。すげえよ。怖えよお前。お願いぞ、頼むぞ。さあ、野良牛です。まるで自然の中にいるような感覚ですね。以上、発見しました。マレーシアで野良牛です。中がなるな、ケスパーゆたしく逃げさべら。今は俺はここ稲でマレーシア山なフレーズです。今宵もですね、ちょっと旅に出ようかと思います。本日は今からちょっとパンダンシティっていう街にちょっと出かけようかなと思ってます。もちろん僕の隣にはいつも通りお決まりのあの方が、山マイドゥースさあ、はい、てな感じで、でパンダンに2のちょっと夜の街を体験しようか。おっと皆様、先に言いますけども、僕ちゃんと国際免許を取得しましたので、この運転何の申し分もありません。本日はパンダンという街にやってまいりました。今日はそこでゆっくりしていこうかなと思います。さあ、続きましてこちらは、ジョホールジャヤという町に来ました。そうそうそう、ジョホールジャヤという町の中華系が集まる、大きなフードコートのような町にやってまいりました。本当に中華系しかいないです。すごいですね、匂いがやばいな、いろんな匂いが。やって今日ケスパイがあそこで歌います。ただいまジョホールジャヤの駐車場でございます。私、今回もまたお世話になります。このマレーシアカーでですね、今日は町まで、ジョホールジャヤという町まで来たんですけども、なんと車が動きません。まあそういうこともあるでしょう。現在ちょっとジョーさんと挑戦中でございます。またこれが月次第、次の旅をつなげたと思います。いやまあどうですか、ジョースカさん。あ、すっげえ暗くて見えない。あれ照明、名称さん名称、ちょいも惜しい方で。ありがとうございました。
さあ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 やってまいりました。あ、ところ変わりましてこちらは、ラーキンのバスターミナルに来ております。今日はこちらで同級生がちょっと来てるということなので、ね、友人に今から会いに行こうと思います。バスターミナル周辺に着きましたがいませんね。どこにいるんですかね。おそらく、彼は一度ラオスの方で重度の怪我を負ったと噂を伺ってますんで、もしかしたらすごい目立つ格好なのかもしれないですけど、いないっすね。ただいま友人と合流しまして、とりあえず一旦自分の寮に来ました。あと紹介しましょう。あと沖縄の全身フランケンシュタイン怪我まみれの男キセシンタロ君です。どうぞ。言うことなんもないぜ。今回ラオスからクアラルンプール、そして今ジョホールバルへと、で最後シンガポールに行くまでの間ちょっと僕も休みがありますので、その間に遊ぼうかなと思っております。今後ちょいちょい出てくるんで楽しみで。ブレイクファーストタイム。タイムにはなんか大根みたいな白い謎の物体が入っています。ぜひいただいてみましょう。生芋っぽいね。もちろん向かい側にはフランケン。ヤマン、暗闇の中からこんばんは、こんにちは、おはようございます。本日のお供はラオスから、命かながらこちらマレーシア、ジョホールバルの町までたどり着いた、傷だらけの男、キセ・シンタロクです。どうも。おいよーポポポポてな感じで遊んでいこうと思います。もうシェイクラップ。年を越すこととなりました。2016年本当にいろいろ立ち止まったり迷う時期でしたが、まあ、2017年それがつながることを俺は信じてます。やっぱここでの出会い、ここでのこう一日一日の時間がすごく後に僕の中につながればなと思っております。ここマレーシアのカウントを刻めればなと思います。本日お隣はこちら、ダダーン。今日もケスパイのお供をしています、キセシンタロです。どうぞよろしく。ノホコントやっていこうと思います。ヤマン、さあ、皆様、こちらがですね、多分本日僕が最も一番来たかった場所だと思います。幼き頃にこの映画を映画館で家族で見た時に食らいまくって、兄と二人ですっごいハマったんですよ。そう、これをぜひうちの兄貴にも見せてやりたいところですね。今私が着いたエリアはこちら、出たジュラスティックパーク。よし、ある日の思い出をちょっとマジで兄貴と語りたい気分になります。後ろの方にはガラン、すごい大きいですね、恐竜たちが。待て、では入っていきましょう。Let's go! Go! Oh!
ラクションを乗り終えました。まあいい感じにびしょびしょに濡らしてもらって、その当時好きだったこのジュラシックパークの記憶を思い出し、頬が濡れてしまうような気がしてくらい感動してます。いやこの気持ちはぜひ親父おふくろに、そしてうちの兄に、まあ家族にですね、ちょっとこのジュラシックパークの感動を僕は伝えたいと思います。弟もここ待て待て待て、いやまあもうこのここがね、そこら中にいる恐竜に関心持たせやん。いやそれは大将に入れないから、最初に入れないから、むしろスピノサウルスじゃねえか、あれはジュラシックパークだろ、あれやばいだろ。あいややばかったっしょ。無理。何がよ。もう無理。何がよ。なんでお前だけジョラシジョラシ言ってんの。待て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 、はい、まず、はい、お前のことを誰をやって思ってる人なんか多分多数いらっしゃるから一旦ちょっと紹介していい。先まあまあそうです、ね、はい、皆様、こちら隣にいらっしゃるのが、私の血のつながった実の兄、マゲヒラこと前平雄一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんで怒ってんの。何お前ジョラ知ってんのって。いや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 本当に何ジョラ知ってんのっすよ。お前マレーシアには行ったよ、はいはいはい、俺はそこまでは知ってん、はいはいはい、認知していた。そうだね、はいはいはい、あいつも頑張ってんなと、はいはい、汗水働いて、もう帰って働いてんだろうなと。はいはいはい、何遊び腐ってるんだお前は。いやいやいや、あれはたまたまね、友達がこう、はいはい、直すからこう、まあ、アジアの旅行っつってマレーシアの方に下ってきてそこで合流してね、ジョホルバンという街で、そこが結構橋渡ってシンガポールすぐ近いから、そこで合流したわけ。なるほど。1泊2日で旦那に行こうということで、はいはい、今回行ってきたわけですよ。なるほど。で、なぜあなたをお呼び立てしたかと、まあ僕は映像の中でですね、ジョシカ・パルバンについて語りたいということだったから、いや、ぜひ伺いたかった。語らおうマジ語らおうそれならいや、もうそこでちょっと一つね、まあ、思い出のシーン、ジュラシックパーク、多分あれ俺結構名画いやまあまあ見たアホなぐらい見たんですよ。見たね。その時で思い出が残るシーンあるかなっていう。やっぱりその電流も全部さ、あのセキュリティが全部オフっちゃって、あのデブのせいで、で、でティラノサウルスがいよいよ、まあ人間も歩くあのスペースにもう歩き出ちゃってて、で、初めてあのマルコマークしてさ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん、これは映画をぜひ皆さんご覧ください。映画を見たらなんとなくついてくれると思います。はい、どうぞ。で、車に乗っててさ、子供たちが襲われそうになってるの。なってるね。で、ライトを消せって言ってて、後ろからガサガサガサってやつから白熱灯を出してさ、で、ボンって出してプシッやるこれは、ブラント博士かな。最初ブラント博士が、そう、ブラント博士が先はやるんだよ。だけど、あの人は恐竜扱うの上手だから、知ってるからな、博士だから。でも、もう一点の、マルコムさんは数学博士だから、そうなんだよね。だから分からんわけ。そうね。でも子供たちを救いたい一心でこうやった結果、目完全に追われるしかもこれでこの人は弾け飛ばされるけど、トイレの中に隠れてた保険屋のおじさんみたいな、ハゲのな、ハゲの保険屋のおじさんで、あの人がいやーすごいなー、はい、で、ティラノがうーん、まだやるじゃあ最後までやるかで、ブーンって、あ、負けらしい。いやいや、まあ、続きは映画をね、ぜひ見ていただきたいです。まあ、そんな感じで、僕はジュラシックパークにですね、まあ、行かせていただいたんですけど、はいはい、まあ、僕のね、家族もみんなで、うん、まあ、ぜひね、今度一緒に行こうよ。そんな怒らないでさ。いや、ほんとだよ。今度はさ、この絵から今日冷めないからとりあえずみんなに動画に戻ってもらう。そうだ、はい、どうぞヤマン、ただいまシンガポールからジョホールバル、マレーシアに到着いたしました。今回、1泊2日で弾丸でシンガポールに、行ってきました。国境を、まあ、橋一つで渡るこのシンガポールとマレーシアなんですけど、橋一つ渡っただけです。道も人も建物も
すごい変わるなっていうのが第一の印象でした。結構シンガポールは中華系が多くて、経済というか街の中心にいるようなイメージでしたね。今回ホテルに泊まった場所はそういうシンガポールの中でも無法地帯というか、あまり法が関わってないようなところだったんですけど、そこはやっぱりなんかこうインド系だったりっていう人が多かったりっていうのが、率直なイメージでしたね。純粋に観光をしてきたんですけど、国をこう渡るっていうことを、ね、ここに来てすごい繰り返して、まだまだ自分の目でこう見ていきたいなっていうものが多いなと感じました。特にやっぱ意識するのはやっぱジャマイカ、かなり遠回りはしてる自分の入り方な気がするんですけど、改めてこうジャマイカ、そしてその他の国にも行ってみたいなっていうのは非常に感じています。時間を作ってですね、ぜひいろんな場所へこうやっぱ出ていきたいなっていうのが今回強く感じたことなので、またぜひ行きたいと思います。向かいが来たので行きます。ではまた。本日は、マレーシアの、こちらの名前はゾーンという、夜も開いているお店が立ち並ぶ町にやってきました。ランチマカネスタッフ、こちらにはお決まりジョーさんと今日は出過ぎだから、いやいやなんか今日は前ね、なんだ紹介って何ですか、前インタロダクション、my friend from Bangla called this D Black Lightning D yes but today tonight Black Mamba VIP VIP yes VIP VIP ですヤクザベリー変更担当フィリピーノ、わかったわかったわかった、落ち着け、カムダウンカムダウン、エスターです、よろしくお願いします。てなメンバーでベリーインタラスティングフィリピーノ、はい、てな感じで今日は飲んでます。また何かありましたらお届けしたいと思います。で痛いっつって、マイ、なんだ沖縄ピーポルマイルーラー Watch this movie You say it's my Okinawa people. I love the Okinawa people and I can sing Okinawa. Atashibo Okinawa Ashitori. Thank you very much. ちなみに今のは19の春を D を歌ってくれました。はい。And Esther, please say to my Okinawan people. Okinawa. Hi, Okinawa people. お願いします。ありがとう。なんで？なんで？なんでよ。何これ？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 これ知ってる日本語メドレーでしたね。ありがとうございます。まあ、てな感じで、このメンバーで、今お店で一緒に仕事をさせてもらってます。また何かあれば紹介しますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、YouTube って何か All around the world? あんま食って喋ると編集聞かないから、一個一個終わらない。また何か感じで今日は飲んでいこうと思いますんで、はい、また後ほど、はい、せよ。 Hey!Thanks Okinawa, thanks for Okinawa everyone. Please everyone, I don't to sing, but I try to sing. Please everyone give me support. I sing for every Okinawa people. I sing for my two brothers. Yeah. Everyone left the family. This.Everyone forget it. All Tokyo's love. The same. The same. I sing Friday. The same. I love you. I love you.
今回ですね、マレーシア滞在期、短いながら配信させていただいたんですけども、今回の配信で、終了とさせていただきます。今回ですね、マレーシア半年を終えまして、仕事先でもまず出会った、ケムリファミリーに、ビゴップということで、まあ手探りな英語とボディランゲージで会話しながら、いいつながりができたんじゃないかなと思っております。今後ですね、帰ってきてからのケスパイの動きとしては、4月頃に、EP、短いミニアルバムを制作中ですので、そちらを皆さんに配信できればその都度お伝えしていきますので、チェックぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、またお会いしましょう。ケスパイでした。ビーバー雨のち雨休めてる羽、その街は太陽も笑って、そこはまれ行き着いたその土地で、探す答え追い求めて走り抜ける、昼過ぎに立ち止まり進む道、右左道でも歩めてる道、繋がる膨らむ踏み出す生み出すイメージ、刻むワンページ培った足で育った街へ、食らった街へ捧げる感謝を告げる、ケースパイミコンバガゲン見せ Are you ready now?Big up Malaysia! Mr. Global!